前回のカツクラ、最近ダイヤモンド彫りにハマっているということでマウニーさんのサブスクだ。修理も終わり、すごい大量のダイヤモンドを手に入れることができた。さてここは交通手段が少ないのでこれを使って移動してみよう。というわけで、すごいすごい交通手段、そうロボットが完成だ。ただ利便性思った以上に悪かった。今日なんだかマグマを垂らしたい気味。いいねボタンを押すとめっちゃ垂らします。垂らしていくぜ。というわけでどうもこんばんは、カツクラでーす。高井さんだーだ。いやー最近ちょっとマグマ使いが悪いんじゃないの？久しく使ってないなー。いやそれでいいのかい？いやダメだー。マイクラっつったらマグマだろ。そうなの？そうだよ、 TNT かマグマだよ。うちのチームは特にそうだな。そんで今回ですね、うんうん、マグマハウスを作っていこうと思います。おーかっこいい。やべえだろやべえだろ。サウナじゃん。サウナー、そうサウナ好きもいっぱいいるからね、喜んでくれると思うんだ。そうだね。うんなら今からネオサウナルーム、ネオマグマハウスを作っていくぞ。暑すぎて死んじゃうよ。行こう。よーしこっちだ。なんとここにねめちゃくちゃいい土台があるんだよ。最高の土台だな。ここいいだろ。ここめちゃくちゃかっこいい。マグマの綺麗な綺麗な家を作っていこうと思う。橋もかけたいね。橋かけようぜ。橋今ちょっと一生懸命。ババババババ、びっくりした。危ない。怖い。台かないと燃える未来が見えるわ。ちょ気をつけよう気をつけよう。わわ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 、なんだ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 。待って待って待って、なんかあっちに炎放たれたんだけど今。聞いて家族ら、ばっちゃんのせいで家が燃えたんだ。え、家燃えたの？今のは大丈夫。わからん、あっちの奥に行ったんだけど今木材なくてさ、ちょっと木材欲しいな。パンダハウス燃えたから後から見に来てよ。え、ぼやぼや。いや全焼だ。こんなことあるんだ。ばっちゃんをガラスで塞げばいいのか。あいつ塞げばいいんかも。ちょっと待って、今のちょっと行ったのちょっと見てこい、心配だから。大丈夫大丈夫大丈夫。え、大丈夫。見た、サンダーハウス。いやサンダーの家は見てないけど。見てよう。今こっちの方は大丈夫だった。オッケー。何パンダハウス。全部羊毛でできてたから言葉を失っている。これはひどいな。ガスとか雷のどちらかかな。だからガラスで塞ごう。あいつ危ないね。リメイクする。リメイクしよう。リメイク、これダメだ。もうこれ石で塞いどいていい。もう石で。石はダメでしょ。白ガラスで塞いでみるね。いや白っぽく見える、頑張れば。あはははは、なんでこうなるの。これダメだ。こりゃダメだ。また今度だな。今度にしよう今度。わかった。よし、ということで早速ここに家を作っていきましょう。家を。了解。何階建てがお好み？やっぱちょっと高さ出したい。3階建てぐらい目指したいよね。いいねいいね。入り口は多分ここからだよね。うんうん、装置のところが真ん中なのかな。おい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 、気をつけろ気をつけろ。今家族らが落としたんだよ。高さ的にここが一番下の段かな。オッケー。まず橋をかけていこうと思います。はい、橋行きます。お願いします。橋入ります。どうでしょう、こういうことでしょう。これいいじゃん。はい、橋入りました。マグマギリギリでめっちゃ熱そうな橋ができたな。はい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 。めちゃくちゃ熱そう。いや熱いよ。あはははは。よーし、うんならこん中に要は作っていくということじゃな。今日のキャラ設定なんだ。そうじゃな。そうじゃな、間違いないんじゃな。では作っていきましょうか。オッケー。今ちょっとこちら整地作業などなどしてやっていこうと思います。はい。直径待ってね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17マス。17。大きくない？17、12。よくないかこれ。いいと思う。そっち長くなってる。あれ長い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 。完全にミスってる完全にミスってる。ぼーっとしてたぼーっとしてた。またマグマあれ仕込んだかんよ。なんで？流れてるから。気になる気になる、そういうの。うちも実は気になってた。この中を埋める感じだよね。中埋めるからこれをちょっと使わせてもらおうかな。ほらこうやってバケツ持ってくるか。こういうことか。もう石で上から埋めちゃうもんだと思ってた。いやそんな下品なことをしないよ。お下品お下品。みんなが組んでくれたマグマだからね。そう
この一個一個のマグマにストーリーがあるからね。無理に使わなくていいよ、建築はストーリーだから。いろんなのがあるから、ここら辺なんかもまだまだマグマが埋まってないエリアがいっぱいあるな。耐火あるから使ってね。こんなものいらないよ。いらないの。いらないだろう。ハチー、びっくりした。あぶねあぶねあぶね。おお、いい感じに燃え上がってるパンダさんがいる。燃えているぜー。うわー、めっちゃ、あと何箇所かだ。難しいね。なかなかね、途中からやるのは難しいことなんだ。これこれでどうだ。わ、めっちゃいい。直った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 。オケケ、やったやった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お先に失礼します。バイビー。いや、今からが本番だ。そうなの？今からが本番です。オッケー。今下にハーフブロックを敷くという上級テクニックを行っておる。はい、なんでハーフブロックなの？え、なんかかっこよくなるかなと思って。一旦ハーフブロック。オッケー。よーし、ではちょっと今、こちらの足場を作っていきます。はい、これ仮ね、仮で。オッケー。できたー。ナイス、いいねいいね、いい敷地が広がったぞ。うな、今から屋根を作っていきます。はい、こんな感じかな。どう、この理想のなんか家の雰囲気つかめた？いいと思う。な、間っこは、うんうん、丸石詰めていこう。丸石、これ SNS で流行ってるらしいからね、このマグマの家ってのは。そうなの、いいじゃん。流行ってんだって。サンダー丸石を詰めるからさ、家族ら上に伸ばしていくのはどう？おお、いいねいいね。ほな、この勢いでちょっとどんどん上の方伸ばしていきますか。やっていこう。さあ、ということで上の方に伸ばしていきましょう。今回はなんと3階建てを想定しております。3階建てのマグマの家、綺麗に出来上がるかどうかはまだわかんないけども、多分綺麗にできるはず。ということで、どん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 上の方に伸びていく。3階建てともなるとかなりの迫力だね。ということで、3階建てになるとこんな大きく仕上がるのでございました。よいしょ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 、できたー。ナイス。いや、なんだかんだ4階建てになりました。いいねいいね。うわすごい。俺はもうちょっといいじゃん。危険性があるので、うんうん、誰か飲んどこうかな。飲んでおこう、命は大事に。今からマグマ使いがね。よし、では今から垂らしていきます。はい、まずは耐火を飲んで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 、ポイ。ダメよポイ捨て。はい、では上行きます。上行きます。まずは、感動のタラちゃんをということで、うんうん、ちょっとうまいこと下に垂れるのか、見ていただけますでしょうか。亀さん、お待ちしてます。こちら雷です。どちらから流す予定でしょうか。こちらです。感動の位置ならよろしいでしょうか。お願いします。タラ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 、蜂蜜のようだ。どうですか。わ、これうまくいってるんじゃないですか。いってそう。感動のタラが、感動のタラだな。下に垂れ来てますね。来てるね。いい感じ。いいじゃん、到着。来てますね。ちょっと四方にちょっと見ててください。うんうん。お、行きますね。で、いきますよ。で、これをこう折りながら、ここに燃えてるタラ折りながら、うんうん、タラ天才か。折りながらタラ、あ、ちょい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 、消えていったということだと思うんですわ。いいね。こっちかな、入り口。え、わー、たたたたたた、おー、綺麗なタラになったね。綺麗にできたね。それでは引き続きいきますね。お願いします。いやー、仕上がりましたね。仕上がったね。あとは天井かな。では残り上の部分行ってまいります。お願いします。たら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 、上手。いやいやいや、これ才能ですね。うんうんうん、そうだね。やっぱりこれどこまでか分かりづら。たら、来た。そしてこの足場も後で燃え尽きるという。なるほど。うわー、すごいぜ。いいのできた。ちょっとこれさ、オリジナリティってことで、ちょっと端っこ豪華にしよっか。
そうしよう。入り口作れるかな。何のドアがいい。え、鉄のドアでしょ、鉄のドア。オッケー、カズクラ。よし、ということで早速いろいろと作っていこうと思います。やっていこう。さあ、みんな大好きプルパーブロックがやってきました。あんまり使う機会ないぞ。マジでマジで使わない。伝説のブロックをついに使う時がやってきたかもしれません。ついにこの日が来たのか、感慨深いね。ほんとだね、ついにだぜ。ついにだわ。プルパーが火を吹いてる。うわ、かっこいい。映えてる映えてる、もう映えてる。かっこいいやろ。うん、かっこいい。うな、今絶対燃えない鉄の扉を。わかった。やあ、やあ、来た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 。あれ、向こうが見えない。向こうが見えた。気合だ。気合か。気合だ。結構長くてびっくりした。これなんとか消せねえかな。はい、いいじゃん。おお、消えた。すごい綺麗。おや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 、これはいいぞ。ちょっとかっこよくしようぜ、これ。かっこよくしよう。ダイヤモンド入りました。いいねいいね。また向こうがマグマになってる。気合だ。気合だ。今のでびっくりしちゃったんだな。さっきよりも出てる気がするね。これまさか出るたんびにこうなるんじゃないだろうな。大丈夫だな。大丈夫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 。いいね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 。いい感じいい感じ。めっちゃいいのできたじゃん。ほな、端っこもほら、プルパー舞台ちょっと行ってくるね。わかった。プルパーで、かっこよくするっていう大作戦だ。はい。タンダ、中に階段作っといて。了解。石レンガでいいか、いっぱいあるから。うん、石レンガがいい。あれ出てきてる。え、タラちゃんしてる。外と一緒で中もプルプは必要かも。あー、そっか、いるのかもしんないね。こういうことね。できた。いいねいいね。いいじゃん。ええやん。ええやんええやん。よし、では端っこをかっこよくしていきます。やっていこう。うわー、一本これ入るだけで全然違うよ。サンダー、やばい。バイ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 だわこれ、やばい。見たい見たい。ちょっと階段作ってる場合じゃないぞ。本当だ、映えてますね。バイ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 だ。バイバイだよね。何回言うねん。バイ太郎だよ、やばいよね。もうバイ太郎だわ。バイ太郎してるよね。なんだバイ太郎って。いやー、これバイ太郎だ、やばいやばい。では四隅にプルパーしていきます。お願いします。さあ、ということで装飾タイムのスタートです。マグマのこれにどんどんと装飾をしていく。周りにプルパーを並べていくと、めちゃめちゃイケメンな、めちゃめちゃイケメンな感じになっていく。縦に積み縦に積みということで、四隅をついに完成させることができ、さらに横の方向にも板を伸ばしていくと、またまたイケメンな姿がそこには出来上がってきたのであった。そして中舞台、中舞台の方も階段がどんどんと敷かれていき、そこにはマグマの綺麗な綺麗な家が仕上がっていくのでございました。これぞスーパーセキュリティハウス。安静、誰もが近づけてこないぞ。うわー、ちょっと上空の勝村さんに来てもらっていいですか。お願いします。こちら上空の勝村です。うわ、めちゃくちゃかっこいい。バイバイですね。これバイバイもいいとこですよ。これいいねいいね。うわー、セキュリティハウスだこれ。これはセキュリティだ、間違いない。かっかっこいいね。やばくないこれ。王冠かぶってるみたい。あとはちょっとこの周りですね、少しだけいじりますか。そうだね、何をやっていくの。一旦これ一周させます。もう一周するじゃん。はい、もう一周するとこでございます。いいね。いや、これは良き建築でございますよ。うんうん。あとはちょっと小高く、はい、まだ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 いきますよ。ええねえ。よーし、ほんで、おー、いかつい、かっこいい。いかつくいかつくやってくよ。できたー。できた。いやー、良きですね良きですね。これはいいのできたね。ちょっと早速入ってみようよ。入ろう。これ怖くて誰も入れねえぞ。あ、チチチチチ、どういうことだ。よくサイド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 。なるほどね。すごい、階段までできて。階段いいでしょ、まだ階段しかないけど。うん、
いやいや、バッチリじゃん。バッチリだ。これ怖くてね、誰も絶対入ってこないよ。最上階を新しい宝物庫にしてもいいな。そういえばカズクラ、昔さ一回マグマに入ってジューってなって入る入り口作ってなかったか。作ってた。あれを屋上に作るのも。それもありだね。いや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 、これはいいのができたぞ。いいのできたね。あきちちちち、なんでサンダーだっけ。よく当たってんだって、チって。横幅があるって言いたいのか。いやいや、そんな言うてない。チって、毛がね、当たるんだわ、毛がね。そっかそっか、ふわふわ可燃性高いからね。そういうことで、はい、ということで、最強のセキュリティハウスがここに誕生いたしました。完成です。いやいや、これはイケメン建築ができたということで、建築好きにはたまらない回になったんじゃないのかなと思います。ナイスでした。はい、今後ともまだまだこのワールドは発展していく。年末まで。はい。でももう10月だね。やばいね。10、11、やばいね。3ヶ月切ってんだ。そうだね、あっという間。もっともっと発達してやばいワールド作っていくぞ。やっていこう。というわけで今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあねー。バイビー。